はい、じゃあこんばんは、うん、じゃあ論語の方の、岩海さんとか、あと岩無用さん、岩無用さんが偉大な人物が出ましたね、うん、そうですね、あの人はじゃあ孔子さんを超えるような存在だったんですよね。岩海はですね、まああの思考に言わせるとね、はい、一応聞いて自由を知る人物だと。思考はこの秀才ですけどね、私は一応聞いてせいぜい二ぐらいだと、はい、その話を聞いて孔子はね、私も思考と同じだと、段階にはとても及ばん。岩無用さんですよ。岩無用はね、あの岩無用は段階のお父さんですけど、ガムヨはあ、そうダメでしょ、出来は悪いんですよ。孔子に対しては、うん、あの幼友達、対等以下みたいなことで話す。それはまあね、子供の頃一緒に遊びましたからね。その感覚はですね、やっぱりあの師匠ということで、孔子の塾にね、時々行ってましたもんね、はい、字が出るんでしょうね、おいお前という感じですよ。なるほどね。で、本名が岩無用さんなんですよね。本名は岩無用で、通称は岩、まあ岩路っていうか、岩路、岩路、そうそうそう、あだ名がね、岩路、通称はじゃあ岩路さんで、で前回 の終わりがその、あとちょっとあの偉大な人物が出ましたよね、あの本当の偉大な人物、誰でしたっけ、あのちょっと先生の大好きな、牧師ですね。牧師さんね。牧師さんはまたこうまた別件で一回。牧師はあの孔子と対立するね、学派をですね、同じ路のですね、はい、まあ町の中に作ってね、その当時はね、牧師はねなかなか流行するですね、塾だったんですよ。でも時代はちょっと違うんでしょ。いや時代はね。ちょっとね、ずれてるんですけれど、まあずれてるって言ったってね、そんなにずれてませんけどね。あ、そうです。生物年は不詳なんですけれど、広辞苑ね、岩波書店から出てる広辞苑を見ますとね、孔子が亡くなる数年前に生まれたことになってるんですよ。まあ、誰が書いたか知りませんけど、ぶつかることはなかった。いや、もちろんぶつかることはありませんけれど、その後ですね、いろんな文献からね、もうちょっと後だということになってる。しかしね、孔子のですね、後継者も裏で活動してますしね、牧師も裏の城内で活動してますからね、裏のですね、町の中でね、極武と言う町ですけど、だからね、対立する、いわゆる、学話でね、いろいろお互いに批判し合ってたみたいですよ。でもまあ、穏健派のガンジーさんのような人だってことでね。いや、ね、そうですね。それは立派なもんですよ。ガンジーほどね、ああいう無抵抗じゃないんですよ。あ、そうか、あの人非暴力ですもんね。暴力をして止めるんですもんね。いやいや、暴力とかね、とにかくね、相手に非があればね、いくら向こうがですね、強力な軍隊で勝ってきてもね、徹底的に戦ってね、全滅するまで戦うんですよ。根絶やしになる。まあ、でも正義の使者みたいな。正義の使者ですよ。金もらわんでもやるんですから。間にですね、金が欲しい、名誉も欲しい、ね、そういう連中が中国人ですよ。しかし彼は名もいらん、名誉もいらん、ね、弱い人のために働くという。まあ、歴史的にはちょっとこう分かったのがまだ新しいんですよね。いやいや、だから200年ぐらいで戦国時代に活躍して、中国が統一された秦の時代にですね、そんな平等を説くね、
そんなやつはいらんということでね、みんな殺されたんですよ。で、牧師にも弟子がいたでしょうね。いや、牧師はね、亡くなってもね、その後を継ぐ者はね、虚子というね、まあ、後継ぎの名前を名乗ってね、大きい氏ですね。はいはい。牧師のですね、伝統を受け継ぐんですよ。なるほど。歴代。で、だんだん激しくなるんですよ。あ、そう、そのやり方が。やり方が。うん。だから全滅しちゃうんですよ。あ、全然させられたんですね。そうですね。あ、なるほど。政府からやっぱ圧力かかって。秦の始皇帝がですね、はい、焚書坑儒というのをやりましたよね。自分の気に入らぬ本は全部燃やす。気に入らぬ連中は穴に埋めてしまう。そういう時にですね、妥協してですね、権力者にすり寄るやつも多かったんですよ。なるほど。しかしね、彼は牧師のですね、はい、一党まで説を貫いてね、はい、殺されることを選んだんです。なるほど。それで全滅したんです。あ、じゃあもう死を選んだってことですね。そう、死を選んだ。死を選んでもですね、自分の思想に、や信念に生きたんですね。なるほど。そういう立派な人がいたんですよ。ちょっと牧師さんはまた今度で行って、ちょっとじゃあ本題の方を、ね、そうですね、論文の話ですね、はいはい、今日はですね、孔子の弟子のうち、はい、まあ2番弟子と言いますかね、眼界に次ぐ頭の言い方ですね、思考ですね、この方のお話を申し上げたいと思います。始皇という方は、この A という国ですね、見えますか、うん、A という国の商人です。商人ですね。商売でですね、どの国に時々やってきたんですね。そして孔子の噂を聞いて、勉強しようという気になったわけですね。しかし、この方は、衆のようにね、前に衆を申し上げましたね、極古のですね、いわゆる任侠の徒でね、あれな格好をして、孔子の上に乗り込んだ。逆に、孔子に圧倒されたと。そうそう。で、その入門した。思考というのは、頭のいいからですからね、そんなですね、見苦しいことはやりません。では、どういう方法で入門したか。これは私の想像するところでございますけどね。思考は A からですね、世にやってきて、物を売ってるわけですよね。その前を人がぞろぞろと通るわけですね。先ほどまで勉強しました、眼界っていう方ですね。眼界はですね、勉強に飽きると、あの方が散歩は好きですからね。一番大きな町、極古と言いますけどね、その町をブラブラするんですよ。おそらくですね、志功さんは、眼界さんを見て、あ、この人が有名な眼界だということが分かったと思いますね。というのは、眼界さんはね、微妙な上にですね、貴公子の雰囲気がありましてね、町の女がですね、外界が町歩くをするとですね、みんなその後ついてずるずる若い娘がついていったというね、そういう噂があるくらいにいい男だったんですよ。外界さんの先にじゃあ弟子になられた。そうですよ。なるほど。だから江戸国からやってきた商人の志功さんはね、目の前に眼界さんが現れるらすぐ分かりますよ。なるほど、そうですよね。周りの雰囲気と違いますから。じゃあ眼界さんに弟子に
シロさんの席は行ったんですかね。いや、おそらくね、あの志功はね、はい、眼界に頼んだと思います。あ、なるほど、最初、うん、ほうほうほう、眼界と知り合いだって、はいはいはい、うん、商売やってるですね、物売りのところへですね、ブラブラやってきた眼界が顔出して見てますからね。はいはいはい、で何回か顔を合わせて、そうですよ、っていう感じでしょうかね。うんうんうん、それでですね、志功がですね、眼界さんに頼んで入門したと思います。これ目足の木だからですからね、ちゃんと段取りもきちんとやりますよ。うん、じゃあまあその辺はちょっと次回に詳しく。次回ですか。わかりました。前半、牧師さんの話で、牧師はね、立派な人でね、私はね、尊敬してるんですけどね、はい、いずれまた申し上げたいと思います。はい、じゃあ、今日聞いていただきまして、ありがとうございました。